側ですか。あ、まあこっちにいること多いっちゃ多いんですけど、まあライブだとこれだと普段私青い方なんで。あ、はーい、背が高すぎて全然見えてない。すごい。あ、すごい。あ、こんにちは。背が高すぎて全然見えないぞ。いや、まあ座るんで、ね、うん、そう、うん、座ったらね、これでアコーディオンが一番見えるんじゃないかな。はい、皆さんこんにちは。今日は思想に来てくださいましたカティンさんが、まさかのカティンさんが。どうもお邪魔してます、カティンです。まさかのピアノじゃないんかっていうね、誰もが思ってるけど、まあ本当に思想したいですってご連絡いただいたんで、これはぜひっていうね、今日はそういう日です。でも早く音を出したい。そうですよね。いや、あのね、あの先日うちのバンドメンバーがに弾いてもらうっていう動画を撮ったんですけど、もうほんと小春がこうやって説明してる間にみんなプー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 弾いてもらうから、ね、地獄みたいになって、地獄絵図みたいになって全員弾き出して。じゃあもう弾き始めちゃってよかったのか。ちょっと小さいのから弾いてみますか。お願いします。はい、もう僕は何もわかんないんで、まずもう。いや、でもなんかあの一度あのラジオでね、そうそうそう、ラジオ の僕のラジオにね来てくださった時に、うん、ちょっとコーディオンの話をしたし、ちょっとだけその時弾いたような記憶があるな。ちょっとだけ、でもちょっと触っただけか、あれは。で、なんかその時は、うん、なんか販売しようと思ってるぐらいの感じで、まだ販売のなんかハの字もなかった時代なんですよ。ああ。やっぱりなっちゃった。やっぱりなっちゃったね。はいはいはい、うんうん、あの、はい、あの、なんかどちらかというとこちらの方が長い方がいいらしいんですよ、バランスが。ほう。で、こっちもちょっとだけ、はい、こうして、どうだ。はいはいはい。押して、押したら、あの、この空気の通り道のなんかこう弁がピコって上がるんですね。なんで、ボタンを押してない時に蛇腹を動かすとその弁が壊れちゃうんで、そのここの空気ボタンってのを使うんですよ。これはまあ音鳴らさなくても蛇腹が動かせる、うんうん、で、あの、だからボタンを押してる時だけ蛇腹を動かすっていうのだけ気をつけてもらえればオッケーです。はい、です。そんで、これはでもね、一度覚えたら全然ドドドドレドレ。あ、じゃあ簡単に教えますね、はい、このザラザラしてるやつがドとファってことですか。そうそうそう、そうなんですよ。で、あとは白鍵と黒鍵は一緒なのか、ピアノと。そうなんですよ、そうなんですよ。で、この外側の3列だけで考えてもらって、外側の3列、はい、ここはい、そうですそうです。この奥の2列は後でちょっと説明するんで、はいはいはい、この外側の3列だけで考えてもらって、ここから、まあそのピアノなさってるから多分こっちの説明の方が分かりやすいと思うんですけど、ここがドじゃないですか、外側のね、このザラザラが、うんうん、はい、で、このここからこの角度で、はい、半音階なんですね。そう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 。この白の早いもん順がドレミファソラシドになるんですよ。で、まあ簡単に言うと、はや、あ、やばい、すごい、メビウスの行き止まりが始まる。あー、ちょっと、やばい、激早。
弓使いがもうめちゃくちゃっすね、多分。まあでも、あの、で、これ3列だとやっぱ指使い難しくなっちゃうんですよ。ああ、なんかこう、こう、なんかここんなことになっちゃうんですか。そのために4、5、4、5列目があると。そう、で、この一緒にへこむのはもう同じ音なんですね。はははで、この奥もこの2列目と一緒と。ああ、これ一緒なんで、一緒なんで一緒にへこむんです。へえ。で、まあ、上を使うこともできるし、この奥の2列が何であるかっていうと、まあじゃあ C があるじゃないですか、ドミソコーね。はい、で、まあ転調したいと、うんうんうん、で、そうなったら、このドのところを、まあじゃあ半音上げたいと、そしたらこの形のまんま C シャープから、そうそうそう、で、また転調したいと、そう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 、指使いが変わんないために奥の2列があるんですよ。へえ。大きくても同じ同じ。あのこれとこれ一緒なの。そうそうそう。これ一緒一緒。一緒一緒。もう何が一番簡単ですか。え、もう私はあの聖者の更新ばっかりやってますから。聖者の更新じゃなくて。ドミファそうですね。弾けた人って思われたら本当どうしよう、あの本当に信じられない、あのピアノ弾くんで、びっくりするから、いやいやいや、こんなドミホソじゃないからみんな。今日からアコーディオンにする。いやでもね、これね絶対ハマると思いますよ、カズさんみたいなタイプの人は。ハマりたいんですよね。あのボタンアコーディオンの本当にいいところは、もう一つのキーでできちゃうことはもう別のキーで全く同じ指使いでできちゃうんで、とにかくそこがなギターみたいな、そのギターのカポみたいな感じなんで、もう本当、はいはい、あのうわー C シャープだー、キーが C シャープだとか別に特に何もないです。その別にどのキーでも同じテンションで、ソロも同じテンションでやってんの私。でもピアノ鍵盤でやってきたから、うん、別にどのキーでも弾けるんすよね。そうだよね。だよね。だよね。で、ちょっと待って。はいはい。左ね。左ですよね、今度。はいはい。で、これ、背が高いんで、この左見えてるんですけど、まあ、この見えないというものなんですよ。手探りでやるものなんですけど。手探り。そうそう。この展示みたいな。手探りで。これザラザラ、ザラザラとへこんで。なんかある。すごい、見えるのがすごいね。そう、これか。そう。で、これザラザラでしょ。で、まあ、これは、まあ、いいなんですけど。もうちょっと下の方、はい、下の方、下はい、もうちょっと下、もうちょっと下。もうちょっと、もうちょっと、あ、あと、あ、ちょ、ちょ、ちょ、はい、はい、こ、あれ、え、ここら辺、ここ、はい、はい、はい、これが C なんですね、これへこんでるところ、はい、ほんとで、まあ、今押してるとこ、ここなんですね。やばい、どうしても曲弾きたい。すぐ弾き上がる。弾きたい。どうしか弾けないの。で、まあこの今押してるのはここなんですね、うん、で、これを、まあ、できればこの、あのお姉さん指が4の指、4、4、4、はいはいはい、これで押してもらって、で、この角度あるじゃないですか。ほう。いや、もっとね、もっと斜めなんです。もっと寝かせるから、もっと、今縦、今ね、そう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 、ほう、はいはい。で、これがこの隣、メジャーなんですね。あ、2つなる。そう。で、隣が、そのまた隣がマイナーですね。隣の感覚が全くない。そう。どの。これはね、マジで慣れなんですけど。あ、それ G になっちゃった。うん。それ C マイナー。そう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 。それが C セブンス。これ C セブンス。で、その隣がディミニッシュ。おお。で、これが一気になるという。
アコーディオンの醍醐味ってそれで、この和音が一辺になるボタンがあるみたいな。で、これがあると、割とこういうことをやってるの、うん、よくやってるのがこれです、うんうんうん、それやりたい、それやりたい、はい、はい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 、いいよやばい、終わった。4323、うん、うん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 、すごい。あ、ちょっと、そう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 、なんでなんで分かんの、あ、すごい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 、その配列、つまり、うん、4度になってるところ、そうそう、あのね、上に5度ずつずっと、はいはいはい、ひたすらそれなんです。だから、まあ、それ1個覚えればもう、しかし本当にボタンが小さすぎる。よくできますね、これで。いや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 、いや、言うたら、あの、私すっごい昔にあのピアノ弾いてたんです、習ってたんですよ。あのピアノ本当に鍵盤が重くて、重って毎回思う、重すぎだろっていう、疲れるわーっつって、こうの方が疲れる多分。いやでもこれ指が重てえわって思ってましたもん。どうしても この交互ベースというやつをめちゃめちゃ早く弾きたい人。すげえ。いやいやいや、それ最初の目標にしたいな。マジで？なあ、すげえ。まさかの1曲目これ？これなの？間違ってます。いやいやいや。1曲目聖者の更新。あ、そうね。もう終わったね。もう終わったんだもんね。だってこれで。いやいや、終わって、終わっ、こっちできてはないですよね。ちょっと待って。これ。うん、これは、そう、あの、また違うやつなんで。あの、はい、うー、はい、ここレッスンに入らない。これと一緒にできない。そう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 。これが次の課題ですね。そうなんですよ。で、あの、なんかピアノからピアノ弾いてたっていう経験者の方がアコーディオンやると、はいはいはい、やっぱどうしてもこう強く叩いてしまって、ここからここは全然反映されないんだよ、言うたら。確かに。うん、ここをバンバンやっても全然音に響かないですよ。こっちを頑張って引っ張るっていうの。押さえてるだけですもんね。そうなんですよ。だからね、この蛇腹を引っ張るっていう動きを連動させるのがめんどくさいってみんな言いますね。めっちゃむずくないですかこれ。マイナーメジャー、そうそうそう、なんかでもねこれね割とね無意識に交互にやってるんですよ。まあこうやってやってこうやってもう今すぐ走り出したい小鹿みたいになってる。今すぐ本当は走り出したい生まれたばかりの小鹿みたいになってる。でも走り出せない、走り出したい、もどかしいですあれも弾きたい、タタタタルルタタ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 こっち持ってみます。またね、ちょっとね、何が変わります？音域が違うっていうのと、まあ音域が違うっていうのが、まあ大きなあれなんですけ ど、 なるほど、あの、特に
低音が増えてるんで、低い音を弾くとすごい重低音っていう気持ちが、あ、これあのちょっとあのな長くしてください、うん、大丈夫ですか。あ、まあまあ大丈夫です。おお、そう、こっちもなんか音がこっちとこっちで重なってるように聞こえるんですか。あ、これはね実は、あ、そう、いろいろな音が鳴るんですよ。で、ちなみにこれ、はい、3つの部屋を意味してて、3つの部屋をこう、ああ、はい、こうね、はい、で、これがこれが低いあのローのハーモニカだけで、これローとミディアム、うん、で、ローとミディアム2つで、ミディアム2つミディアム2個。え、ローミディアムハイにはないんですか。そう、これね、あの、これはハイがないタイプなの。 あ、そういうこと、そういうこと。こっちだとハイがある。うんうん、こっちもね、ハイがないの。あの、じゃあ、実質2つの部屋ってことじゃないですか。そうそう、いや、でもあの、その、もうちょっと大きいのだとハイがある。へぇ、あ、ここ、もうちょっと、お、絶対これですね、これ。あ、なんかさっきよりズンズンきません、低音。あ、こっちの方がいいっすね。そっちの方が音域がね、ここら辺が、あ、重くなった気がする。そうそう、ハーモニカの量が増えたりとかして。いや、無理無理無理、弾けない弾けない。じゃあ少ないのにしよう。やばい、この左手がもうマジで早く動きたいみたいな気持ちがすごい。やばい。やばい、本当にこの動きを止めない。俺は止めない。じゃあそれしか知らないの。いや、でも、あの、でも例えばさ、じゃああれだな、あの、よくあるのは三拍子とかね。あサイズ的にはこっちのサイズのが合ってるのに、なんかこっちで弾いてた時の方がちょっと生き生き弾いてましたね。なんかわかんないけど軽かったからかな。いや、単純に多分そう、それは。そうだよ、あんま筋肉ないんで、全体的に。いや、ひょろひょろ。え、何キロぐらいですか、これで。これは、あ、立った方が弾きやすい。あ、でもそうかもそうかも、あの、重力がね、生きが。あの、座るとね、腕の力だけになるから、確かに腕の力が、腕の筋肉が少ない人は立って弾く方が、まあだから結局、だから私も結局立って弾く方が弾きやすいんですよ。うん、戻るときはもう、そう、戻るときはね、腕の力必要だから。どこの筋肉を使うか、多分ここら辺ですね。ここのなんかあのこれと一緒だから、うん、ピアノでも使うはずですけどね。あれ、こうやったら、そうだね、こうやってアルペジオして戻ってきてみたいな。そうですよね。まあでもまあちょっといつもと違うだろうから、何らかが違うんだろうな。